楽しかった。今日はこういう私にしては珍しいベージュ色で挑みました。いつもモノトーンで、あ、またモノトーンかみたいな感じだと思うんですけど、今日は見てください、モノトーンじゃないです。楽しかったですね。雫も2回公演楽しかったです。とてもお財布大丈夫だった。そうなの、私今日雨やなと思って、折りたたみ傘はちゃんと入れていったのに、お財布を忘れていってね、家に。初めて、人生で初めてお財布を家に忘れました。なんかお財布なくて、多分入ってないやろうなって思ったんですよ、なんとなく。昨日しずく公園でその同じカバンを今日も使ったので、なんか昨日っていうか、いつも私カバン家に着いたらカバンの中身全部出すタイプなんですけれども、昨日はめっちゃ疲れて財布だけ外に出して、でカバンはそのままだったので、朝全然時間なくて、予定より30分遅く起きて今日で、あ、時間ないなと思って焦ってたらなくしたんじゃなくて忘れたで、そう、あと思って、お財布入ってないやろうな、あそこに置いてあるやろうなって思って忘れて、本当に。でも傘持って行っててよくって、で帰ってきたら案の定あの場所にあったっていう、もう置いてる場所も分かってたんですよ。そう、でも私は結構携帯とかキャッシュレスもいけるタイプなので、今日はキャッシュレスの日でした。最近ね、現金派だったんですけど、お財布を忘れたのでキャッシュレスで行きました。はい。そう。で、キャッシュレスでこれを買いました。いや、今日は何も買わずにもうまっすぐ帰ろうと思ったの、お財布持ってきてないし。でもどうしても野菜を買いたくて、でコンビニに寄ったらこれがドーンって置いてあって、あ、これと思って、まあキャッシュレスでいけるかと思ってこれ買いました。1,2,3,4,5,6個買ってきました。これとこれ、3種類絵があって、これでしょ、でこれでしょ、でこれ2個ずつ。野菜も買いました、もちろん。はい、これ買って野菜買い忘れんの、やば、野菜買いに行ったのに。はい、これ開けます。まあさすがに一気に食べないんで、これに入れます。さすがにね、日にち分けて食べます。で、何種類あるやろ、これ全部で30種類ぐらいあるんですね。28種類あって、シークレットが2つあるって感じ。ちょっと待って、シャンクスおらんねんけど、ちょいちょいちょい、
モンキー・ディ・ルフィ、カイドウ、ヤマト、デンジロウ、小紫、フランキー将軍、佐々木、ルフィ&ペル、ビビ&カル、ミスターゼロ、ミスオールサンデー、ミスターは、ロロノア、ゾロ、ミスダブルフィンガー、ナミ、ボンクレー、サンジ、ミスターフォー&ラッス、ミスメリークリスマス、ウソップ&チョッパー、ネフェルタリ、コブラ、ペル、チャカ、ヒナ、サボ、モンキー・ディ・ルフィ、モンキー・ディ・ルフィ2個？シャンクスないんですけど。ポートガス・ディ・エース、カーリー・ダダン、シークレット2つ。でもなんか和の国とあれだね、混ざってるね、アラバスタのやつが。ここにシャンクスいるのに。でも見て、なんかこのレアそうなやつにシャンクス入ってる。強い人たちみたいな。なのでこのシークレットかな、多分シークレットなので、シークレットを狙います。ということでね、開けたいと思うんですけど、マジでなんかアラバスタの人たちセリカあんまりなって感じなんで、もうマジでシークレットが欲しいので開けていきます。じゃあまずこれから開けますね。いきます。クロコダイル、イエーイ、嬉しい嬉しい嬉しい。これは入れときます。こんな感じで、ちなみにのウェハースシールコレクション、すごくね。でももうあんま入らないんですけど、すごくない？あ、これ AKB のやつで、これは前に開けたやつなんですけど、貯めてる。なんかこれどんどん食べていきます。じゃあ次これにします。2冊目欲しいから買いに行こうかな。ジャンプショップに売ってたけど、これなんか20周年のやつで買ったの。でも売ってるかな今わからん。じゃあ次、じゃん、あーペルね、あー、まあまあやね、まあまあです。はい、かもなく不可もなくって感じ、正直。じゃあ次これいきます。ね、これはあんま嬉しくない、強いけど。なんか今んとこ全部アラバスタ、ほらアラバスタのでも強い人たちだね今んとこ。まあまあ普通やね、でも私はシークレットが欲しいので、これまた開けます。
マジ？いらんねんけど。失礼。失礼極まりない。すいません。だってこれいる？みんな。まあ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 、それのこともあるんですよね。はい、じゃあ次、あと2個あるんで、はい、はい、いきまーす。じゃん、かわいい、エースでーす。かわいい、じゃん、少年時代のエース。これは嬉しいわ。嬉しい嬉しい嬉しい。エース来たらでもサボも欲しくなっちゃうよね。幼少期のエースってことは幼少期のルフィもあるのかな。欲しいかも。じゃあ最後です。もう本当にこれにかけます。私はマジでシークレットにシャンクスがいるので本当にシャンクスが欲しい。開けます。じゃん、おー、ゾロでした。こんな感じで保管します。うわ、やばい、潰れそう。うわうわうわ、潰れそう、やばい、潰れそう。オッケーオッケー、あ、潰れそう。なんかザクザク言ってんねんけど、はい、こんな感じで。なんかまあまあでしたね今日の引き。でも今日珍しく3時が出なかったね。なんか私ビックリマンチョコの時って3時がめっちゃ出るんですよ。だからまあまあいいんですけど、最近3時好きだからまあ出てもいいかなと思ってたんだけど、だってマジで3時めっちゃ多いんですよ、マジで。だってこの同じやつだけでこんなにあるからね、やばくね。ほらこれも5枚ある、やばくね。増やしていきます。またこのファイルをねまた増やしたいんだけど、これ売ってないかな、ジャンプショップっていうかあれに。これはショールームでもよく開封したやつ。ここに仲間入りしていきます。またいっぱいある。もう3時多くねっていうね。これを頑張ってまた集めます。そう、はい、シールは貼ったりしない。シールは私貼ってないね、ファイルに入れてるわ。これそう、今日のハイライトは、まあ、これとこれは嬉しかった。でもマジでこれは残念。そう。そんな感じで。
ぶりの顔が一番可愛かった。いやガチで悲しんでるんだからね。でも3時めっちゃかぶってるんで、かぶり慣れっていうのはしてるんですよね。なんやかんやかぶり慣れしてるから、まあまあまあいいんですよ。だがしかし、かぶるキャラもシャンクスとかがかぶるならまだいいんですよ、好きだし。とかまあルフィとかね。でもさ、一番なんかまあ好きって人もいるけど、私の中であんまりあれなんですけど、でもまあゾロとこれはセットって感じやからね。いい感じ、どんどん食べます。よし、入れます、ファイルに。あ、ちょうどじゃん。今日のサンリオあるけど、ちょっと一個じゃん。嬉しい。はい、おしまい。はい、ちゅうか今日お話し会で、あのガチで「セリちゃんカリカリ梅食べ過ぎ」って言われました、2人のファンの方に。しかも全くマジであの塩分を取りすぎるとみたいな、あの今は若いからいいけどみたいな、若いからいいけど将来あの痛い目に遭うよみたいな感じで言われました。もう爆笑、あのガチで心配してくれて、あの本当にあの面白かったです、ありがとうございます。本当に面白くて、これは絶対にショールームで話そうと思ったんですけど、あのガチで心配してくれて、食べ過ぎだよみたいな。そう、一袋って多いですかねって言ったら、いや夏でも一袋は多いよって。あ、そうなんやみたいな。いやー、なのでね、いやー気をつけようと思います。いや言われるのはまあ分かってた。でもそう、それをあのママにも食べ過ぎって言われてたのに、2袋も食べて1日に。でまあやばいかなと思ったんですけど、でもファンの方、お話し会で直接ね、ちゃんと2人の方にしっかり同じような文章で、もう全然別の人ですよ、がなんかもうカリカリ梅食べ過ぎって言ってくれて、もう私はガチで気をつけようって思いました。若いからいいけどねみたいな、でも本当に油断しちゃダメって感じで言ってくれて、もう笑いが止まらなかったんですけど、あの本当に気をつけたいと思います。あの本当にね、いやおもろくてあ面白かった。いやガチ、いや本当に気をつけますよ、もちろん。そう、さすがにあの半分までとかにします。一袋は食べきらないように一粒残すとかします、ちょっとずつね。そうそうそう。でちなみにあの毎日カリカリ梅食べてなくて、カリカリ梅食べてる時はもう絶対報告してるの皆さんに。それはまあ公演の日、公演の日はカリカリ梅絶対買うんですよ。カリカリ梅とリンゴジュースを買うっていう私のジンクスみたいな、なんかそれを買うと頑張れるみたいな、なんかそういうのがあって、だからあの
カリカリ梅買うんですけど、だからカリカリ梅、そう、あ、だからその公園で汗かくときにしか買わないんですよ一応。だからまあそこは勘違いというか、あの大丈夫ですよっていう、さすがに一日中寝てるときにカリカリ梅はそんな食べてないからねっていう、それだけ一応ね。はいはい、だからすごく心配してくれてて、私の健康を、健康第一だからみたいな感じで、確かにと思って。でもまあ本当に気をつけますけど、一応あの汗かいてるとか運動をいっぱいしますよって時にしか食べないので、そこはよろしく。はい、っていう今日の面白いエピソードでした。ガチでカリカリ梅食べ過ぎて注意されるっていう。そうなんです。でしかもあの確かにね、カリカリ梅一袋食べるし、お弁当も食べるんですよ。お弁当にも塩分って入ってるから、まあ良くないよなと思いました。すいません、はい。結論、これからも食べます。いや食べますよそりゃ。でも一袋はさすがに一日で食べきらないようにする、さすがに。報告します、そこは。私が結構食べ物を食べた報告するときは、まあ、カリカリ梅とマカロン食べたときはまあ報告してますね結構。はい、ぎょうちゃんの毎日甘いチョコよりいいと思うよ。ゆりなちゃんもあのチョコレートだからね。ゆりなちゃんもなんかファンの人とかに注意されてそうって思う、なんとなく。糖質がって言って。でもさ、あのまあ食べるチョコレートの量とかそのものによると思うけど、チョコレートもっていうか糖分もほどほどに取った方がいいと思うんでね、全然いいと思いますね。でね、来週のしずくはあれです、下手が多いです、一応言っとく。またポジション変わるんですけど、下手ばっかりかも来週は。いつも私公演の時上手おすすめしてるんですけど、下手ばっかりな気がするから、その辺よろしく、来れる方拡散希望、下手です。20日、よろしく。あと波動き、あのお話し会でね、波動来てくれるみたいな、波動行くよっていう方も多かったので楽しみ。撮影もで撮影可能なんで、まあ可愛く撮ってください。で波動っていうのは会場にいなくても応援できるから、あの私のエナジーボール大きくしてください。シールドとか強くしてください。皆さんの力で。本当に。もう私、波動本当に下手で、もう皆さんの力がないと無理です。正直、マジで。なので、ご協力よろしくお願いします。波動に苦手なんですけれども、
チーム A のために頑張るのでよろしくお願いします。もうチーム A のためにと思ってあのエナジーボールをキックして頑張りたいです。よろしくお願いします。はい、40分になったらランキング読みますね。昨日の静岡公園の成果可愛かった、ありがとうございます。久しぶりにツインテールした、あと三つ編みもしました。あのフルーツスノーっていうユニットやったので可愛い系で行こうと思って、2公演ともちょっとラブリーな感じの髪型にしました。はい、波動は19日で、20日が雫、下手ね。で19か20どっちかに歌唱力私出てるので、まあ見てください。あんま期待しないでね。あのはい、でも見てください。で一番言いたかったのは、明日 MJ 麻雀の YouTube チャンネル、 MJ モバイルって知ってますか？この前 AKB とコラボしてた麻雀なゲームアプリなんですけど、それのね YouTube チャンネルがあって、それの生配信に出るんですね、明日20時から MC で。私あの台本いただいたんですけれども、喋ること多すぎてちょっと不安です。なので皆さん絶対見てください。皆さんが見守ってくれてると思うと頑張れるので、皆さん絶対見てください。で生配信だからコメントも一応できるんで、あのコメントしながら、多分コメントを私見ながら MC すると思うので、ちょっとあと麻雀の対局もあるっぽいので応援してください。とりあえず見てください。私 MC なんてそんな全然やったことないし、あのすごいねびっくり、急にみたいな。でしかも大好きな麻雀のねあれで、しかも MJ 麻雀で、なのですごい楽しみです。20時から21時半ぐらいまであるんですけど、なのでぜひ今からチャンネル登録して、あの配信の通知オンにして待っててください。よろしくお願いします。あのプロの方とも対局ってなるとすごく緊張します。まあ麻雀っていうのはそのアマチュアの人でも素人の人でも誰が勝つかわからないようなゲームなので、まあ、ワンチャン私トップ目狙えるかなと思ってますけど、やっぱプロの方とも対局ってなるととても緊張するので、あのとにかくあのなるべく噛まないように気をつけるんで、ちょっと見守ってください。もうなんか喋ること多いなって、 MC の人ってこんな大変なんだって思いました。いつも結構ゲストみたいな感じでね出たりとか、 MC はやっぱ私任されること少ないからあんまないんですけど、あのそう不安です、ガチで。なのでまあ楽しみなので楽しみたいと思います。皆さんが見てくださってると思って頑張ります。はい、あそうそう、セリカ無双なんで今年は頑張ります。そうメンバーもいなくて私一人なのね、メンバーで大丈夫かなみたいな感じ。しかも私
収録とかだと思ってたんですけど、生配信っていうことを最近知ってより緊張するので、まあその20時から生配信見れないって方はアーカイブもあると思うので、まあそれで見てほしいんですけど、見れる方は20時からぜひ見てください。コメント、応援コメントしてください。よろしくお願いします。セリちゃんならできるよ、ファイトって、ファイティング。髪色変えたってきて、でもあの年末ぐらいに変えた気がする変えた、でも変えたって言っても色はいつもと一緒なんで、色落ちたか濃くなったかのどっちかですね。最近は本当に色にこだわりなくてお任せしてるんで、あの普通のブラウン、でも紫っぽいのは入れてもらってる気がするんですけどね。そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど、10位、ヨッシーやっとツインテールも好きです。さんありがとうございます。あざーす。9位、ハマーアットデビューした時からセリカが大好き。さんありがとうございます。それは嬉しいですね。8位、7番目のおさんアットお話し会来週も行くよ。さんありがとうございます。書いてないけど、7位、タクアットしずく公演楽しかった。さんありがとうございます。私も。6位、コタローンアット、せいちゃん、今日の外羽も可愛かったよ。さんありがとうございます。書いてないけど、5位、トレオヤジアット昨日は初の最善でした。さんありがとうございます。楽しかったですね昨日。4位、中心アットお話し会ありがとう、来週会いましょう。さんありがとうございます。ありがとうございます。来週会いましょう。3位、ケンパアットお話し会楽しすぎた、再販追加します。さんありがとうございます。書いてないけど、2位、ひのちゃんの中心アットせいちゃん、耳たぶかわいいね。さんありがとうございます。書いてないけど、そして1位は淡路の黒ひょうアットお話し会あざーす。さんありがとうございます。あざした、はい、ありがとうございます。50分ぐらいまでですかね、アフタートークしたいと思います。耳たぶ、私は平均的な耳をしていると思います。そう、こんな感じ。イヤリングしてたんですけど痛すぎて取りました。そう、昨日のしずく公演は白いペンライトとかマカロンちゃんのペンライト持ってる人とかフラッグ持ってる人がたくさんいて嬉しいってなりました。やっぱりあの皆さんが見守ってくださってると思うとなんかね、すごく元気が出ますし、あのお話し会とかでも絶対皆さん優しい言葉をかけてくれるので、なんかモチベーションがすごく上がります。毎回毎回本当にありがとうございます。ちゃん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 、マカロンちゃん持ってると分かりやすいね。そうなんです、当たらなくて悲しい、悲しいで、これあんま使ったことないんですけど嬉しいの時しかあんま使わないんですけど、まあ、悲しいということで、まあ、公演とかはねいっぱいあると思うので、また A 公演なんてほとんど私出てるので、またま
まあ結構土日がいいっていう人が多いんですけど、公園とかって平日も多いから結構ね、行けないよーっていう人が多いんですけど、でも来てくださるとね、やっぱ嬉しいなってなります。フラッグね、可愛いんですよ。そう、実は結構分かりやすいフラッグとか、ペンライトはシャツのポケットに入れて持ってきてくれる人が多くて、その発想なくて、私めっちゃ嬉しい、なんか可愛いみたいな。シャツからマカロンちゃんの顔出てるんですよ、めっちゃ可愛くて嬉しい。お、そういえば生誕グッズ予約しました、ありがとうございます。生誕グッズも予約受付中なので、ぜひゲットしてください。ポケットに入れる発想自分だけだと思ってたのに、意外と皆さん結構入れてくださってますね。ちょうどポケットに入るサイズなんですよ。だそうです。結構コンパクトサイズなので、ペンライトなので 入るんですよね、ちょうど。 そうなんです。マカロングッズ再販してほしい、嬉しいね。グッズね、また作りたいね。なんかチケットホルダー作ってみたいなと思ってて、次首からかける。結構もうフラッグとかペンライトでもう手持ちの分はもうお腹いっぱいっていうか結構あるから、クッションもまあ手持ちで応援してくれてる人いるし、でまあキーホルダーとかは首からね吊るしてくれたりとか、カバンにつけてくれたりとかしてくれてましたけれども、そう、チケットホルダー系も可愛いかなって思いました。そうそう、便利グッズ。まあこれは今思いつきで言っただけなので、本当に作れるかは分かんないんですけど、またグッズの担当お世話になった方に提案してみたいと思います。でもスパンがちょっと短いから、今もうちょっと先になっちゃうかもしれないんですけど、でももしできるならね、やりたいなって思います。でも多分今回のグッズ結構好評だったから、ワンチャンね次につながるといいなっていう感じなんですけれども、そう、皆さんがたくさんゲットしてくださったので、ワンチャンねまたあるといいなと思うんですよね。こんなに個人グッズ作れてるのセリカちゃんぐらいじゃない。ね、ありがたいです、本当に。なんか昔からね、結構初期の頃からマカロンちゃんのスマホリングとか、モバイルバッテリーとか、あとマフラータオルとか、いろいろアクリルキーホルダーとか作らせていただいてて、で、今回はマジで大量に作っていただいて、本当に嬉しいです。でもこれはもうすべて皆さんのおかげ、皆さんがたくさん使ってくれてね、そうなのでありがたいです。結構皆さんマカロンちゃんね、
男性の方からしたら可愛すぎるかなっていう感じだったんですけど、もう全然もうそんなの気にせず使ってくださって嬉しいです。今更ですが、どういう経緯で個人グッズ作れることになったのですか。なんかグッズの担当の人と話してて、昔なんか話す機会があって、てかもう前から AKB 入った時点でその自分のグッズ作りたいっていうちょっとした目標があって、でそれをまあ実現するためにグッズの担当の方とまあちょっとお話ししててみたいな、で私こういうサイン書いててみたいな、でファンの方からもなんかそういう声をいただくのでみたいな、だからそのグッズを作ってみたいんですよねみたいな話をしてたら、えどんなの作りたいのって言ってくれて、で第1弾が多分スマホリングを作ったんですよ。でスマホリング作って、その次なんだっけ、アクリルキーホルマフラータオルとか作っていって、でなんかすごい好評 でアクリルキーホルダーも作れることになって、でモバイルバッテリーも使えるかなと思って作ってみたんですけど、ちょっとモバイルバッテリーはその容量が小さすぎてあんまり自分的にもあれだなと思ったんですけど、でもなんかそういう担当してくださる方が結構積極的に作ろう作ろうって言ってくださる方だったので、運が良くて すごい。でもその方が最近いなくなっちゃって、で全然作れてなかったんですけど、なんかやっぱりこう何回か作ってると、あのファンの方とかも新しいのないのとかやっぱり声をありがたいことにいただくようになって、でそれで勇気を持って A のマネージャーさんに言ってみたら、あじゃあグッズの方に言ってみますねみたいな感じで言ってくださって、でそしたらなんかあの前からグッズでお世話になってるのでみたいな感じで、あの今回も作らせていただけたらなと思いますみたいな感じで言ってくださって、だから今回のフラッグとかクッションとか作れたのは、昔あのマフラータオルとか作ってた時代にたくさんファンの方が買ってくれて好評だったからっていう、そういう結果が積もっていって、で今につながったっていう感じです。そうだから本当にあのグッズの初期の頃のグッズの担当の方には本当に感謝してます。で今回は本当にガチでリモートとかでグッズ会議してみたいな、デザイン案何回も出してみたいな、でそう本当にガチで作らせていただいたので、あの皆さんが大切に使ってくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。なのでね、なんか今回のもね多分良かったと思うので、また機会があればいいタイミングでガッチすればまた作れると思うんで、よろしくお願いします。その時はエイト君みたいなぬいぐるみはやっぱ無理そう。なんか結構私も提案してたんですよ、立体的なペンライトがいいなとか。まあコストがね、なんかそのグッズ作るにあたってコンサートで発売するぐらいの規模だったらまあいけるかもしれないけど、やっぱり個人グッズとしてネットで販売とか本当にってなると、コストをなるべく抑えていかないとっていう、そういう大人の事情がいろいろ絡んでて、私のガチで作りたいのはまだ作れてないんですけど、でもそれに近いようなグッズは本当に作れているので嬉しいなって思っています。っていうようなね感じでした。
ということで今日は終わります。今日も見てくださってありがとうございました。明日 MJ 麻雀のチャンネル見てください。生配信20時からあるのでよろしくお願いします。ありがとうございました。お話し会もありがとうございました。あれね、再販やってるのでぜひ。じゃあまた、バイバーイ。